大丈夫だ、絶対に探し出す。何なんですかここ。神奈川県警捜査分析センター、通称 KSBC、 その捜査官にあなたを迎えたい。一つだけ条件があります。夫を殺害、詐欺罪で逮捕、不正アクセス。前科者を警察で雇うなんて。神奈川本部より誘拐容疑事案発生。あの青いコートって。俺は一人で美穂の事件を調べ続けました。でもろくな手がかりが出なかった。お前が美穂をやったのか。お前がやったんだな。伏見やめて。こいつじゃない。俺はここで美穂を殺したやつを必ず見つけ出します。絶対に認めない。あなたに美穂さんの事件を捜査はさせられない。冷静でいられるとは思えない。大切な人を失った気持ちは痛いほど分かる。でも分かる。あなたに何が分かる。